の学びをね深めていけるようになりましょう。ですか。はい。はい。やりたいことと。やってあごめん、じゃあボール変わるよ。行くよ。さっから行こう。動かしてた。はい、ナイス。さあ、ディエンディ行くぞ。オレンジ。さあ、ドリンク。早く決めること。危ない。そっち運びたい。はい。動かして、どこに運びたい。相手見たらいい、ステップ見たらいい、仲間見たらいい。ああ、味方見ましょう。じゃあ、このクリニックね、もう一回整理するよ。ボール持ってないときはいつも味方見ること。じゃあ、どんな味方見つけたらいい？でそう、フリーの仲間でしょ。フリーってことは相手は上手い将棋から、もうおのずと相手を見てくるよ。相手まず見なくていいから、フリーの仲間をいつも探しましょう。フリーってことは相手は上手い将棋。もちろん、スペースにいるって。水の中もいつも探しながらスペースにいる。カードの向きを今だったら攻撃力もないから全体が見えるカードの向きを行きましょう。 OK。 で、水の中があったらスペースに行くこと。ケンジから誘う。今何見る？こうやって見たらリオナイス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 完璧だ。ナイスナイスナイスアウト。見るのもありだし、ギリギリまで見るのも大事。ギリギリで。でも、もしも余裕なかったら、ボール離された瞬間見ること。全部移動中の瞬間見ること。余裕持って早めに。タイミング自分で測りましょう。はい、おい。ああ、そう、フリーになるからね。完璧無差し。そしたら、うわくっとりが終わりじゃないぞ。はい、はい、最高スタート。必ず近くの仲間を見ること。今は何見る？何見たらいい？完璧。どうですか？テーマ何だった？認知。認知で認知のトレーニングで、じゃあもう一回一個一個みんなが、僕質問形式で。
質問してきたら答えてください。まずじゃあボールがない時何見たらいいですか？味方。ああそう、不利な味方ね。どの順番で？相手のゴールに近い、はい、相手ゴールに近い順番で不利な仲間をいつ探したらいい？ボールがない時1回だけ？それとも何回もね、何回も見ますよ。いつも何回も見ますよ。何秒で見たらいい？霊魂も何秒でパパパパって起きる仲間を自分中に高い順で見とくと。 OK で、それはどうやって見たらいい？3つあったよ今日。まず1個が、そう、まず体の向き作りましょう。で、2つ目が首振りましょう。で、もう1個ケージのとこであったんで、そう、ボールの自体に対して斜めのポジションを取りましょう。そして角度がついて見やすいね。この3つ、体を向き作ることと首振ることとボールに対して斜めのポジションを取ること、で、優先順位高い順に振る仲間を探しましょう。じゃあ今度ボールの移動中何見たらいいか？近くの相手と近くの仲間を見ましょう。それは近くの相手がプレッシャーをかけてきたんだったら早くボールを展開したい、ワンタッチでボールを出したいから、直接的にプレッシャーかけてくる相手とフリーの仲間を同時に取りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、完璧。どうも皆さん、一日ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。